キチャンネル。オールスターファン投票セリフ。はい、はい、これ回んのか動画。わかんないです楽しいですけどね。めっちゃ楽しいよね。考えるの楽しいですよ。めちゃくちゃ楽しいですね、うん、だって正解がないわけですから、これってそうファン投票だからね。はい、うん、まあね、パ・リーグ編やりましたけど、はい、まあ、セ・リーグ編、うん、まあもう遊びだからね、はいはい、遊びっていうかやっぱ投票だからね、うん、だって活躍一番活躍した人を選べじゃなくてファン投票なんで、人気もあればもうすごい票割れるわけですから、ね、見たい人もね、うん、いいからね、はいはい、さあセ・リーグね、はい、ピッチャーから、うん、これスムーズにいくよ、はい、せーの、大竹。でも村上投手、BD、はい、巨人の、はい、これには深い理由があるんです、はい、先日ね、うん、あの電車乗ってたら、はい、降りたら BD 選手いて、はい、あの奥さんと子供連れて、うん、ある方面向かってたんですよ、はい、奥さんめちゃめちゃ綺麗かったんですよ、うん、だから見たいです、まあ、バウアーちゃうんかお前さっきまでバウアーって言ってて、バウアー言ったなんで BD 言ってんねんいや、ちょっと BD 思い出したんですよ。あ、そうなの、まあ、俺はもう大竹だね、はい、やっぱあの、うん、現役ドラフトからオールスターってすごくない？うん、すごいです、うん、でもやっぱ今のこのブームで言うと、うん、村上選手今年ブレイクしたじゃないですか、うん、このオールスターの中で投げてる村上投手が見たい、うん、ちなみに村上1位だからね、うん、2位とこ、3位大竹、はい、じゃあ次、あ、バウアー6位だよ、うん、推しのバウアー、うん、はい、アウト絶対来てくれますからね、うん、YouTube 持ってカメラ持って、うん、じゃあ次リリーフ、リリーフ見たい人でしょ、うん、はい、決めました。私もまあこの人だな、応援してるし、はい、うん、いいですか、はい、せーの、清水、岩崎、私岩崎投手、俺清水、ヤクルト、ヤクルト清水、うん、はい、僕福、あ、福、復活してね、復活して、あの、ちょっと感動したので、うん、あの、DeNA の方にね、挨拶して、はい、うん、ここで、祖父江福コンビね、いいですね、おー、いいね、うん、私岩崎投手、地元一緒なんで、うん、俺はもう清水ね、結果、うん、ヤクルト、うん、結果出してるからね、岩崎投手は清水東だから、そうなの、はい、俺であるとこ、はい、知ってる抑え、はい、OK、 いいですか、うん、せーの、ライデル・マルティネス、うん、え、大勢、大勢、あ、私ライデルで 0.00 やぞ、防御率、うん、うん、もう圧倒的ですね、どう見えたよね、あの高さが、うん、そう、おー、すごい高いね、すごいいい席で見たい、ライデルを、見えんちゃう、言ったら見えますか、審判のところで見えんちゃう見たい、見たいですね、見たい、これでもすごいよ、うん、ライデルすごいっすよ、でも1位はね、湯浅、あ、そうなんだ、大勢、ライデル、マルティネス、山崎、矢崎、田口だ、うん、順位で言うと、うん、次、キャッチャー、はい、せーの、大城、私も大城選手、まあ、ちょっと佐々木賞一番近いからね、はい、俺坂本と迷ったけどね、うん、阪神の、うん、誰、小林小林誠司、ファンが見たいですから、はい、まあ、かっこいいから、うん、小林でも入ってへんぞ、高決まで、でも2位が梅野と坂本で票が割れてるからな、うん、これがちょっと阪神にとって痛いね、うん、割れちゃうっていうところがね、うん、じゃあ続いてファースト、はい、あれでも普段、いや、もういいんだよ、自分の守ってようか守ってまいか、できれば、そうだよね、できればいいんですよね、うん、はい、いいですか、はい、ファースト、はい、せーの、岡本、岡本、そか、私も岡本選手、大山、あ、うん、岡本、私も岡本選手です、ね、でもまあファースト大山がね、ダントツで1位です、はい、今2位中田翔、中田翔選手も見たいですね、うん、うん、そう、迷ったんすよ、ね、私も若干迷った、中田翔選手と岡本選手ね、じゃあセカンド、はい、いや、これ結構迷うな、うわー、はい、分かった、オッケー、うん、いいですか、はい、せーの、菊池、牧、菊池、福永、うん、いや、福永ね、はい、俺も福永入れてやりたかったけどね、うん、オールドルーキーが、うん、はい、俺は牧、うん、私は菊池、やっぱもう守備が見たいっていう、うん、うん、いいっすね、うん、この間もすごい守備してた、うん、確かに、じゃあサード、いやー、どこ行こうかな、いいですか、はい、私決めました、うんうん、いいですか、はい、せーの、宮崎、宮崎、佐藤輝、村上、わー、すごい、言われたー、首位打者だからね、確かにね、だからそうですね、うん、でもこう村上選手も
状態はちょっとあれだけど、うん、見たいし、うんそうだねそうだね、でも私はやっぱなんかちょっとサトテルを押したいところがあるんですよね、うんうんうん、じゃあショートいい、はい、せーの村松村松木田美頑張ってるやんめちゃめちゃ頑張ってます、はいねうん、確かに、はい、あのエラーして弱さにバーンってヘルメット投げられてつけられて帽子投げつけられてたけど、はい、誰強打これも4安打打ってたしな、はい、強打と福永の元中日と現中日で2位から後ろに木浪、木浪と強打ってあれですかね、うん、あの学生時代一緒にやってますから、うん、こういう感じでこういいじゃん、村松君と福永選手のさもうルーキー入荷でいいですね村松くんめちゃめちゃ持ってるんだから初ホームランが満塁ホームランでもうサヨナラ2回打ってるっていう順次のサヨナラ2回でも全部村松くんサヨナラ男ついてるじゃん、うんね、あついてるかもしれない、うん、じゃあ外野はい、はい、外野ね、うん、誰が見たいかいいですか一人目、うん、はいせーの細川その祖父江関根選手あ関根、うん秋広、はい、あ、うん、細川あいや私でもあのね今このあでもそうか見ないでくださいじゃあ 2人目ね、はいはい、せーの秋山秋広見たい近本近本俺も秋山ね秋山はい、うん、めちゃめちゃ見たい見たい、うん、いや待って待ってもう一人今ちょっと待って2択ですごい迷ってる、うん、ちょっと待ってあでもいいややっぱでもそこだな、うん、いいですかはいせーの関根細川選手あ、俺、うん、関根、うん、もうミエセスうん、ミエセスねキャラいいでしょこれまあ、でも確かに佐藤さんに本当に出るかちょっと生では見てみたい見てないでしょ、うん、ちなみにね、近本、秋山、ノイジー、うん、ノイジー、森下、佐野、関根、丸、うん、岡林、塩見、西川、うん、順番でも細川選手入ってほしいなぁ、まあ、監督推薦とかではね入りそうですね多分入ると思うけどもあんだけ打ってますからねでも言ったよ両リーグでよ、うんはい、今年、うん、現役ドラフトから大竹と、うんはい、多分細川は絶対選ばれるやん、うん、選ばれそうオールスター、はい、すごいよな、うん、現役ドラフトから2人がオールスターだよ、はいうん、いやー夢あるね夢あるっすね現役ドラフトも成功ってことになりますよねまあまあそうだね、うんうん、でルーキーだったら福永あるよね、うんうん、あと茶野ね、うんはい、それこそ村松君もありますし、うんはいうんはい、いいっすね、見たいっすねおうん夢あるねはい秋広もないや、そういいでしょおう、見たいけどね秋広選手、今めちゃめちゃ頑張ってるしあとその2メートル、今2センチ本当に2メートル2センチを間近で見たい確かに、うん、バウアーも見たいっす、うん、確かにねバウ見たいっすね確かに見たいね俺入れなかったけど、あの日本の鈴木も見たいけどねアンダースローケイケイやっとしねうん渡辺俊介さんとかいかれそう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 、うん、いや確かにそうだな見たい人いっぱいいるねうんいやなんか入れ忘れてた人いないかなって今すごい、うんうん、新鋭新鋭組でね新鋭で入るとしたら、うん、早川もな前半の状態良かった言ってけど、うん、今落としてるからねちょっとこの間良くなかったんでねまあでも入れよう、はい、投票しよう投票しましょう、はい、これね、はい、だから俺も新鋭でやっぱ大竹、細川、うん、福永、はい、茶野は絶対入れてあげてほしいな、うん、オールスター出してあげたいよな入れてほしいですね、うん、あんだけ頑張ってたら、うんはい、バウアーオールスターまであと3勝ぐらいしたら、はい、可能性あるからちょっと頑張ってもらったらね、うん、面白いじゃんねここまで走られるよねシュートを一塁置いて、はい、バウアーピッチャーしたホームスチームにされるってあるやつだってお前源田に投げる前に行かれて挟んでアウトになったからよかったけど、はい、全員が狙ってるからねもうバウアーいけるぞみたいなこれが日本の野球の怖さだからね、はい、うん見たいですね、はいまあ、結果をね、はい、楽しみにしましょう、はいはい